人狼を始めて1日目だけど、クンさんの動画見てるから強いと思うよ。よろしく。ふざけんな、マジで。おい、ブロックだわ、もうこれ。ブロック、ブロック、これ。ネガキャンだろ、もう、事実上、これ。ネガティブキャンペーン貼られとるんだけど、俺。あれ、おい、エリックいるか？エリック、あ、落ちたか。苗落ちか。苗か。あー、いる？占い出てもらおう。占い出てほしいで出てくれんのか。すげえな。さあ行こうか。おい、おい、結果言え、結果。カミングアウト。31。おいおいおい、あー、エリック、エリックな。え、牽制か。よろしく。こいつもしかして占いのこと知らないのか。占い師ですよ。は？うん、おっそ。今用意中なので。何の用意だよ。陰率低めです。いや、エリック釣りましょう。ゴミです。時短よろしく、時短よろしく。あー、まあどっか破綻するのか。ゲイル白。あー、急目線エリック黒か。これはゲイル真かもな。あー、エリック黒に見えない強靭置き。9巻でめちゃくちゃにするわ。今エリック今日で見てるならゲイル釣るのおかしいよ。エリック今日で見てるならむしろヒューギ。まあ、そのまで見てねえわ。延長希望。時短よろしく。いや、ゲイル釣りダメやろ。延長。なんで延長希望。エリック狂気でゲイル釣りなの。延長希望。あ、誰なの。
30秒前。いいね、寄せたね。よし、ヒューカー見ますか。10秒前。さて、こんな感じの人狼なら、結果も占いの結果も言えない人狼なんだったら、どうせ初日に処刑されてるから、まあまだマシだったな。これで占いほぼ確実に噛めるだろう。フェイも光透けたな。まあリリアンあたりじゃねえか。結果すぐ。あー、エリック黒か。ごめんね。これゲイルする意味ない。いや意味ないって。個人的にはエマ希望。理由、昨日エマはエリック狂気してヒュー釣ろうとしていた。人狼目線ヒューシーンは昨日透けていたのでヒュー釣りたかったのだと予想。そもそもエリック狂気するならゲイルシーン寄りで考えるべき。エリックと一番LINE あったのはエマ。フェイかチャンで言えばフェイ。根拠は昨日投票時間前のゲイル、昨日投票時間前のゲイミスりまくり、ゲイル護衛のシーン。別にエリック今日確定していないし、光透かしてまでゲイルに誘導する必要はなかった。マイクが護衛先行ってるしね。護衛先のところで誘導見るならフェイツリー、総合的なラインで考察するなら絵祭り。チャン・リリアンは白いけどな。いや、リリアンは白くないな。リリアンは要素なし。チャンはエリック脳死釣りしようとしてるところから白。別にヒューやゲイルに縄寄せようとしているようにも見えない。
うん、マイクの指定のところに入れるだけでいい。30秒前。どうするかな、チャンするか。10秒前。チャン噛むか。今黒要素昨日述べています。以上ペイ無意味グッジョブ作られるだけ。ジェイがクンさんに見てる。誰それ。カミングアウト。は？アーマー降りろ。市民降りて。カミングアウト。は？うん、フェイスライドね。まあフェイ仮なんじゃね。うん、はい、質問あれば答えます。時短よろしく、時短よろしく。エリックよう出てきたな、あの感じで。残念だったな君たち。30秒前。まあフェイ噛みますか。ないとは思うけど。まあ占い出てもらった方がいいな。なんかトロール要素がちょっとでも伺えたら占いに出てもらうってのはありかもしんないな。まあ今みたいな感じ、エリック相当役に立ってくれたからな、完全に。ギエル新っぽくなったもんね。ありがとうございました。てかエマのなんかあれうざかったな。ちょっとやばかったな。2日目護衛できてないわすまんとかいうやつ。これ一番うざいんだよな。護衛できてないっていうので新名と取られるからな。これまあ本当なのかもしれないけど、それでもすげえめんどくさいんだよね。にしてもだるい。ということで、OK、いけましたね。なんとかなったか。
エリックは強人っぽくてよかったなー。でそこに白出してくれたからかなりよかった。初日楽々ヒューガメたもんね。楽々ヒューガメジャッジメントできた。はい、ってことで、おっ